花鳥画とは、はじめ中国で体系化され、その後朝鮮や日本にも広まった画題の一つ。ただし必ずしも画題が花と鳥に限定されるものでは、なく、草木、虫、水生生物、時には小動物も含まれる。強格弱図、秋葉、漁期筆。花や鳥を描く行為そのものは、おそらく人類の歴史と共に古い。中国でも河原家、青銅器、 画像石に文様としては描かれている。しかしながら、花鳥画が世俗画の重要なジャンルとして、画人たちに認識されるようになったのは、中国においては、陸長期から東大にかけてのことである。墳墓より数例の出土があるのみで東大の伝製品は皆無であるが、当時の主たる画人と画業については伝承記録が残されている。その後、 当末から古代時代にかけて活躍したとされる紀仙と、女広氏の画業を基礎として、課長画は最初の体系化がなされる。彼らの確実な神筆も残されてはいないが、画題、画法、様式のいずれにおいても、対立的なものと捉えられる両者の画風は、しばしば、復帰の講主体、ノイツの女子体として総括され、その後の課長画の二曲のファンとなった。格弱巨は、 工女の二体について、高線は職に仕えて、マテミコとノリとなり、近中に休止して、近利所有の賃金、随調、帰化、解析を描いたが、上広氏は、高難の諸子で心差し節構え、宝立ち吹き、多く、高庫にある、右は花、のだけ、水鳥、淵魚をが大にした。よって、工女二体の相違は、両者の地獄に慣れた自然の風物の相違によるとともに、 これを心手に表現する技術、及び、両者の志の相違に基づくと述べる。また、下において、光線の描写を、国旗は、放慢を尊び、天水に色を分かつ、女広氏の描写を、形骨形臭を尊び、天水色を通ずと表現し、この両者の描写方式の長短を、大抵、江南の芸は、国旗は多く、職人に及ばず、蝶舟はこれに嗅ぐと論じた。 北宋時代、課長画は、管理図画院を中心に、引退画として、さらに体系化された。こうしたいを主張とするその初期の様式は、高禄天綾という最地な輪郭線による区画に、色を埋める画法であり、細密描写に重きを置くものであった。他方で、輪郭を加えず色彩の面や筆のタッチで表現する、没骨法を用い、聖地よりは豪気、射星よりは、美しい。 性質よりは、立道を胸とする女子体は、引退画にも次第に吸収されるが、むしろ宮廷外の次第部や、僧侶の間で愛好され、文人画の伝統へと連なってゆく。北宋最後の皇帝、奇宗の治世に至って、引退課長画は、一旦の完成期を迎える。課長画をことに好んだ奇宗は、自ら画祭にも恵まれており、画人の保護と指導に努めた。 引退画の伝統は、北宋の滅亡と奇想の打破の後にも、南宋で再興されたインを中心として継承され、元から明にかけての課長画の主流を形成していった。明の中期あたりから、在野の伝統を継承してきた文人画が大きな勢力となり、中でも、陳天音を外する、呉派の流星は著しく、インを拠点とする、摂派を圧倒するまでになる。 真の時代に至ると、クレハは、ガインの中心勢力となり、正統派として強調化されることとなった。花鳥画は、花や鳥を、主として様々な動植物が描かれるが、定型化した画題と構成を持つ作品が、相代以降民間に広く流通した。題材の持つ隠しテーマや言葉遊びが共有され、芸術性、装飾性の高さとそれ以上に、題材の持つ偶意が喜ばれた。 そこには伝統的価値に基づく現実的な幸福と次第部の理想や価値観が重なり、雅人族の偶意の込められた課長画は文人同士の贈答品として使われ鑑賞された。以下に偶意の例を挙げる。ありがとうございます。